デンマークのユーロビジョンソングコンテスト。デンマークのユーロビジョンソングコンテストでは、デンマークにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。1957年から1966年、及び1978年以降続くデンマークのユーロビジョンソングコンテストの歴史の中で、トップ3に6回入賞し、3回の優勝を経験している。2000年代に入ってからも優勝をはじめ。 上位入賞を経験している。1967年から1977年までの間、デンマークはユーロビジョンソングコンテストに参加していない。デンマークは1980年代には複数の良い結果を出している。1984年大会、1986年大会、1987年大会、1988年大会、 1989年大会でデンマークは上位に入っている。しかし、1982年大会と1983年大会はそれまでで最低の順位となった。1990年代の順位は低迷が続いた。1994年大会、1996年大会、1998年大会では前年までの順位が低いために参加できず、 上位に入ることができたのは1990年大会、1995年大会、1999年大会のみであった。2013年の時点で、デンマークの最後の優勝は2013年大会でのことであり、エメリーデ・フォーレストが楽曲で優勝を果たした。281得点を集めてのフォーレストの優勝は、また、デンマークに与えられた得点としては、 過去最高であった。2005年、デンマークは、ユーロビジョンの50周年を記念した企画、カングラチャレシャンズを主催した。デンマーク代表を選ぶ、国内選考はである。デンマークの大会初参加は、ドイツのフランクフルトで開催された1957年大会でのことであった。デンマークは、第一回大会である1956年大会への参加を望んでいたが、 同国からの参加申し込みはすでに締め切り後であり、参加は認められなかった。デンマークはユーロビジョンソングコンテストに参加した初のスカンディナビア諸国であり、がこれに続いた。デンマークの初参加派とによる楽曲、船は今夜旅立つであった。彼らは演技の最後に11秒間に及ぶキスをし、一部の国々で物議を醸した。しかし、彼らは3位入賞に輝いた。 デンマークは1963年大会で初めての優勝を果たした。この時、デンマークを代表して歌ったのはとであり、彼らは、を歌った。しかしこの時も、デンマークで論争が持ち上がった。ノルウェーが自国からの得点を発表した後、司会のはノルウェーからの得点が聞こえないため、後ほど聞き直すと述べた。しかし司会者以外の人々は、 ノルウェーの得点発表が聞こえていた。ボイルが再度ノルウェーの得点を聞いたところ、ノルウェーからの得点は前回とは異なっており、この変更によって優勝はからノルウェーのものとなった。実際には、ノルウェーからの得点発表の際、発音が悪いためにノルウェーからの得点が正しく伝えられたかどうかは疑わしかった。しかし、この2回目の得点発表が認められ、 デンマークの優勝が確定した。これによって、翌年の1964年大会は初めて、デンマークで開催されることになった。1966年大会で14位と順位が低迷した後、デンマークは期限を定めず、大会から離脱することを決めた。デンマーク放送協会は、ユーロビジョンを質の高いエンターテインメントとはみなさなかった。 国内大会のダンスックメロディグランドプリーも翌年からは開催されなくなった。しかし、12年の欠場の後、1978年大会でデンマークは大会復帰を決定しの楽曲をデンマーク代表として大会に送り込んだ。これ以降、デンマークは大会への参加を続けている。大会でデンマークが 最も成功していたのは1984年大会から1990年大会までの間であった。この間、デンマークは4回のトップ5入り、うち2回の3位入賞を果たした。キルステン・シュガードとのデュオは、の名前で3回にわたって大会に参加した。1984年大会では、おったい4位となった。翌1985年には彼らは、国内選考。 ダンスック MGP に再度優勝し、初めて2年連続でデンマーク代表となった。1985年大会では、を歌ったが、前年の成功を再現することはできず11位に終わった。ホットアイズは1988年にも、でダンスック MGP に優勝し、アイルランドのダブリンで行われる1988年のデンマーク代表に選ばれた。 大会では彼らはセリーヌ・デオンに敗れたものの、過去2回の実績を上回る3位入賞を果たした。1989年頃からデンマークは80年代の校長から転落し、1990年代には順位は低迷した。1993年大会では、過去に1979年大会と1981年大会でデンマーク代表として、 参加経験のあるが再度デンク代表として参加したものの22位に終わりこれによって翌年はデンマークは大会への参加資格を失った1995年大会ではがデンマーク代表としてを立って5位となったしかし次の1996年大会では予選で敗退し本戦に参加することはできなかった1997年大会での再度の 低順位によって、1998年もデンマークは、大会への参加ができなかった。参加曲の歌詞は、自国の公用語に限るという言語規定が廃止された。あとの1999年大会では、デンマークは、復活を果たし、とは、楽曲、を題8位となった。デンマークは2000年大会では、事前の予想に反して、オールセンブラザーズが、で優勝を果たし、 デンマークに再度の優勝をもたらした。この曲はヨーロッパ全域で大ヒットとなった。前年の優勝によって2001年大会はデンマークが主催権を持ちコッペンハーゲンにて開催された。大会ではがを歌った。しかし翌2002年大会では事前の好評とは裏腹にマレンモーテン戦の馬賽会となった。 これによってデンマークは2003年大会でも参加の道は閉ざされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。